深夜に鹿児島産黒毛和牛の焼肉丼を作ります。材料はこちら。まずは長ネギ。付け合わせの白髪ネギの作り方。真ん中をこんな感じでスーってやって、そしたら中をクリンって取り出して、ここからひたすら千切り。あとは水にさらして、もみもみします。そしたら肉を切断。今回の部位は、新玉の一部分であるトモ三角。一頭あたり2キロ程度しか取れない希少な部位。それを贅沢に200グラムも焼肉丼にしてしまうのだから、なんていうか、YouTuber になってよかった。肉を切ったところで、普通にご飯を炊くことを忘れていました。土鍋だと美味しいし、10分で炊けるから、今日から全員、土鍋ユーザーになることをここに誓ってください。そして命であるタレ作り。日本酒に、グラニュー糖、ニンニクと生姜、豆板醤、いりごま、そして返しを入れます。うっほっ、いい返し。返しの作り方は概要欄、そして肉まみれの夜更かし飯で。混ぜ。フライパン用意。牛脂くるくる。あとはお好みの焼き加減で。ここに焼肉のタレをドバー。タレにしっかり絡めたら出来上がり。ああ、いいっすね。バカ。炊きたてのご飯 is justice。あとは乗せるだけ。そして味変要因のキムチ。白髪ネギを添えたら出来上がりです。いただきます。うまい。高評価とチャンネル登録お待ちしております。ついでに本を買って SNS のフォローもして、これからも仲良くしてください。それではありがとうございました。おやすみなさい。